ハニューの RE ブレイツアースケートの魔法と倫理の旅。皆さん、こんにちは。ハニューのファンの皆さん、そしてフィギュアスケート愛好者の皆さん、お読みいただきありがとうございます。今回は、日本のスケート界のアイコン、ハニューさんが待望の初のツアー、RE ブレイを開催することについてお伝えします。この記事では、彼の新たなステージでの挑戦と、 その舞台裏に隠された物語に焦点を当てます。彼は表情で魔法を紡ぎ、世界中の人々を魅了しました。2014年のソチオリンピックと2018年の平正オリンピックでの連覇は、羽生譲さんがスケートしに名を刻んだ瞬間です。そして、昨年、彼は新たな冒険に飛び込みました。プロの世界への転向。その第一歩が、単独公演、イヤーラハニーアイスストーリーでした。今日 私たちは、羽生ゆずさんの単独公演の第3弾、RE、プレイの開催が発表されたことを喜び、その詳細をお伝えします。この新たなツアーは、彼自身の出演と制作葬式を務め、物語も手掛けるという非常に特別なプロジェクトです。羽生ゆずさんの芸術的才能が凝縮されたもので、彼のファンだけでなく、スケートと物語が好きな人々にとって、楽しみにしているべきものです。 ミキコ氏が演出を担当し、2023年11月から24年2月にかけて、日本全国3カ所での公演が予定されています。埼玉、佐賀、横浜という3つの都市で、羽生結弦さんの魔法のようなスケートパフォーマンスが繰り広げられるでしょう。このツアーは、スケートファンにとっては待ち望まれた瞬間であり、その期待感は高まるばかりです。R.E. プレイのテーマは、羽生結弦さん自身が語るように、 ゲームの世界からの倫理観や価値観が絡むものです。一度しかない命と繰り返しできるゲーム。この相反する要素が彼のパフォーマンスと物語にどのように現れるのか私たちは大いに楽しみにしています。ハブさんは以下のようにコメントしています。この RE プレイには自分の経験の中で大きな要素であるゲームの世界からの倫理観や価値観も入っています。たった一回しかない命。 繰り返しできるゲーム、相反している二つの中で、それぞれで下見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも、言葉たちとスケートに、託していきます。これは、羽生ゆずるさんが自身のスケートと物語を通じて、私たちに伝えたいメッセージの一部です。このツアーでは、正解が一つではない問いの中で、そして、一度として同じにならない空間とスケートと演出で、 見てくださる皆さん、一人一人の中にしか生まれない世界の色を感じていただけることでしょう。正しさも、間違いも、悲しみも、孤独も、祈りも、すべてが彼の魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がれます。結論。羽生ゆずれさんの、RE、ブレイツアーは、彼のファンやスケート愛好者にとって待ち望まれた瞬間です。彼のスケートパフォーマンスは、表情での魔法のようであり、 その美味しさと情熱は世界中の人々を魅了してきました。このツアーでは彼の新たな冒険が始まり、その舞台裏に隠された物語が明らかになるでしょう。彼のメッセージは、私たちに正解が一つではない人生の中で、個々の色と意味を見つけ出す勇気を与えてくれることでしょう。これからの数ヶ月、彼の公演が日本中で繰り広げられることを楽しみにしています。彼のスケートと物語が、 私たちの心に深い感動を残すことでしょう。